おばちゃんに負けたら首でいいです。っていうかもう眼中見てないですね。はい、まあ、ゆうひ今までほんまにありがとう。ありがとうございました。こちらハッスル信用が売りだ、純度 100% ヒップホップパック。こちらハッスル信用が売りだ、純度 100% ヒップホップパック。はい、どうもひろきチャンネルです。最近ね、喧嘩自慢メンバーが、まあ、足りないっちゃ足りないし、足りるっちゃ足りてて、はい、で、まあ、今、タクちゃんも、レイジも、横ちゃんも頑張ってくれて、まあ、ゆうたろくんはこの前で辞めちゃったからあれやけど、ね、来年の頭から四国続き行かなあかんやんか、はい、うん、そうですね。そう、で、まあ、今横ちゃんがすごい頑張ってくれてるから、ゆうひが首の調子がどうな、今は。僕はだいぶマシにはなってるんです。戦える？戦えそうですね。で、まあまあ、その、ゆうひがね、戦える状態になったんやけど、まあ、オリジナルメンバーやし、初代の初期メンバーやから、まあ、頑張ってほしいってなるけど、ちょっとね、メンバーがもうある程度固定しちゃってるから、確かに、もうゆうひは、クビでした。もう、うちのジムのスタッフとして頑張ってください。戦わせてください。いや、どうなんやな、戦ってほしいけど。いや、そうですよね。そう、メンバー、横ちゃんおるしな。横ちゃんすごいバイトやる気あってさ。いや、そうですね。そうそうそう、結構キャラも結構ね、出してきてくれてるところあるんで。横ちゃんといえばっていうのがあるからさ。ちなみに、ゆうひくんから見て、首怪我して横ちゃんがそのゆうひくんの後に入ったわけで、それになんかこう、大将思ってることがない。強いなと思うんですけど、多分僕の方が強いですね。ゆうひのピークは奈良の喧嘩自慢やもんな。あー、確かに確かに、覚醒、ゆうひが覚醒した、はい、でもまあまあまあ、どうなんや、どっち強いんやろな。いや、それって言っても正直、なんかこうメンバー同士でっていうのもあるんであれなんですけど、まあ、やってみないとわからないっていうのが正直ありますよ、ね。まあ、逆に横ちゃんはどんな感じなんですか、ね。いや、横ちゃんはもうほんまにメンバー入りしたっていうこう意気込み、もうしたってなってもうしたっていう意気込みの中、多分撮影には臨んでるはずなんですけど。したんや。そうちゃんメンバー入りしたん。らしいですね。どうなん、やってみる。そうっすよね、ゆうひくんも。俺らさ、やっぱりさ、俺もさ、やっぱこう YouTube でさ、回っとうけどさ、負けたら嫌やからさ。確かに確かに。そうっすね。ほんまに強い人に出てもらうっていうのはね、そう、最低でも2人勝たなきゃ。うん、そうっすよね。2人勝ったらおひろきチーム勝利になるからさ。はい、横ちゃんに負けたら、クビでいいです。おぉ、おぉ、いいですね。ほんまですか。怖いで、これ。それは怖そうですけど。で、ちょっと今から、横ちゃん、急なんですけど、まあ、来れるか呼んでみて、まあ、来れるなら、ゆうひくんと、実際に戦って、どっちがまあ強いかっていうのを、来れるか、いけるか、多分いけると思います。横ちゃんも、その辺のバイタリティすごいんで、呼んだら多分すぐ来てくれるかな。まあ、じゃあ、一回呼んでみて、待っとこう。はい。はい。失礼します。おーす、お疲れ様です。お疲れ様です。おばちゃん、すごいな。何くんねんな。やるな、あいで、さて。もう、ね、連絡して、ものの50分ほどで。うん、複雑じゃん。今、タクちゃん、レイジ、はい、横ちゃん、ユーヒが戦えるメンバーな、はい。で、まあまあ、この一人余るからさ、はい、今さ、こうタクちゃん、横ちゃん、ゆうたろくんと横ちゃんとレイジでやってたけど、そこにまあ、タクちゃんとユーヒが入ってくるのよ。まあ、タクちゃんはオリジナルメンバーやから、俺が、まあ、タクちゃん出していきたいってなって、タクちゃんすごいやる気やからさ、はい、まあって、だから一人、ユーヒと横ちゃんどっちにしようかなと思ってて、で、まあやっぱ俺は勝つ方を、はい、まあ出したい、はい、からさ、まあ、ユーヒが、なんていうの、こう、横ちゃんに勝てるんでって感じやから、一回ちょっとスパーじゃないけど、ちょっとやってみてほしいな。あ、全然いいです。お、お前、はい、イケイケやな、やっぱ、さすがやな。全然いいです。横ちゃんは自信ある？もう自信しかないですね。それが一番いいやな。いや、そうですね。それをこう、この場でね、言ってくれるっていうのがね、試合も楽しみですしね。やっぱこう、もっとね、やっぱひろきチャンネルのメンバー自身が、一人一人がね、発言力とか、影響力あるような人間になってほしいから、こうやってね、自分で発信できる子はすごいいいと思うから。で、ちょっと、まあまあ、軽く体動かしてやってみようか。お願いします。お願いします。得意だと知っていくということなんですよね。うわ、えぐいっす。すぎよ。お前にまさきめっちゃ好きなんですよ。ひろきくんより。
マジでマジで強ないですか。僕はこれを見ていつも強くなった気持ちになってます。これがゆうひくんなりの練習なんですか。え、俺にかって。横ちゃん喧嘩売られる形になったんですけど、はい、どういう気持ちですか。どういう気持ち。いやもうやるだけですね。売られた喧嘩買うよとか。いやもうそうですね。っていうかもうガンチュー見てないですね。ここの座は取らせないよ。そうですね、取らせないですね。今日素手でやるんですか。いや、一応16ぐらい。あ、そうなんですか。あ、素手やと思ってもう楽しみにしてたんですけど。あ、違う。ほんでもう今日はシャーなしでグローブでやります。どうですか、意気込みは。やっぱ僕も初期メンバーなんで負けるわけにはいかないんで頑張ります。ちょっとカメラに向かって膝当てるわ、やばいっす。横ちゃん当てるわ、やばい。そうなんですよ。はい、まあチャンネルの枠選抜戦じゃないけどするんで、恨みくなしでね、はい、はい、2分間、まあ、スパーリングね、じゃあ握手して、でコーナー戻っていきまーす。いくよ、いきますよ。はい、いくよ、よーい、スタート。いきます。ゴー。ナイスよ、ナイスロー、いいの、ナイスミドル、ナイスロー。いけ。ナイスロー。よくじゃパンチ当たって、もっともっともっと蹴られんから。回れ、よくじゃ回れ。そう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 、はい、回れ回れ、はい、あと50秒、はい、いけよ、よくじゃいけよ、当てる。アイスアップ、アイスアップ。ラスト40、ラスト40やで。いい、出かなっとる、いい、出かなっとる。おー、いいね。いいスパーやったね。めっちゃいいスパーでした ね。なんかユーヒのレベルが重いのか、やっぱトレーナーとしてな、なんかこう週2回でも来とうからは、あれやな、レベル上がったんだ、ユーヒが重いの。強かったです。ユーヒ強かったな。お、横ちゃんもちょっと気持ち出せんかったな。そうです。な、まあちょっと息届かないでしょうか。はい、ということでスパーリング終わりました。まあ結果的にはね、まあユーヒ今までほんまにありがとう。ありがとうございました。まあ、お前と、まあ、各県、数々のベストバウト、忘れることなく、ひろきチャンネルは今からこれから横ちゃんと一緒にね、あの精進していこうと思うんで、まあ、いいねとグッドボタン、あの毎回押してくれたらお願いします。お願いします。いやいや、ほんまにドラッグでめちゃくちゃ熱い試合だったんですよ。あ、よかった ね。なんか、うん、いいと思う。なんか二人の気持ちが見えたというか、うん、まあまあ、だからお互いさ、あのやっぱ仕事してるから、うん、
なんか、まあ、優先はあの、まあ、オリジナルメンバーのゆうひやったからさ、もともとね、助っ人やんか、もともとが、そこは変わらへんけど、はい、まあまあ、ゆうひが無理な時は横ちゃん来てもらって、とか、いたら、たくちゃんもさ、出れん時もあったから、2人一緒に出ることもあるし、そうですね、まあまあ、だからそこで、ここでまた仲間としてね、はい、仲良くなれたらということで、まあ、レイジは固定で出続けるんで、まあ、来年頭、香川県から、多分香川県からそうです、ね、あやっていくんで、ちょっと。力貸してください。お願いします。お願いします。ございました。でなんかちょっとどうでした、お互いスパーリングしてみて。強かった、強かった、強かったね。なんか横ちゃんがなんか最後まで自分の距離で折れんかったなって。うーん、やっぱゆうひくんが途中でパンチが届かないっていうのでね、だいぶローを効かしてたなって。そうですね、手足長いんで、パンチ届かないんで、なるほど、ロケって、ね、だいぶ戦略立てて戦ってた。こいつね、ほんまね、なんかね、性格悪いんですよ。でもそれがね、見方としては、まあまあ、戦ってもらう分にはね、なんか、考えて戦ってるパターン、当てるためにはを考えるパターンが賢いから、はいはいはい、そうそうそう、よくちゃんはまだこうどうしたらパンチが当たるかとかもまだ分かってないから、あ、これからね、ちょっと練習とか打ち来れるなんて来たらいいし、うん、メンバー同士でそういう、ね、なんか練習とかできて、そうそうね、うん、やっぱ絆深まっていくし、どっちみちこう俺から生活じゃないけど、はい、していくんやったらね、なんでちょっとまあ来年頭からちょっと香川県一発目、香川の前ら聞いとけよ、香川の人に煽って。ほらあと次に高知県も煽っとってください。あ、まあ香川と高知県、あとあ、じゃあ高知県煽って、高知県かかってこいよ。おお高知県よっしゃよっしゃレイジが煽り出すのか。あ、レイジレイジ君も今日ジムに練習来てるんで、次の香川県の喧嘩自慢に対して一言。香川県と高知県、俺らに勝てロングドって知らんで、もう横ちゃんがぶっ殺すから。横ちゃん売るな、横ちゃん売るな。あいつほんまなんかダサいよな。なんだよな、この男前の素材を殺しきる力。最後の最後にこける。おいダサいわ。さあということでね、もう和気あいあいでちょっとひろきチャンネルやっていくんでね、来年ちょっと応援、よろしくお願いします。お願いします。